はい、ルルカです。今回はね、楽天モバイルの公式で発表された内容になっているんだけど、本日の一部報道についてっていうのを楽天モバイル公式として発表しているんだけど、このね、本日の一部報道についてっていう部分に関して、Yahoo ニュースなどにもいろいろ出ているわけなんだけど、そちらの方を見ていくと、今後のね、楽天モバイルに関して影響あるんじゃないかなっていう内容になっていましたので、今回は楽天モバイル公式の発表、あとはね、Yahoo ニュースなどを見ながら、まあ、ルルカなりの解釈も含めてお話していこうかなと思います。もちろんね、ルルカに関してもいつもね、間違ったこと結構言っていたりとかしますので、気になる点があったら、気軽にね、コメントの方でして していいたただけたらなと思いますでは、まずね、今回、楽天モバイルが発表した内容を見ていこうと思うんですけど、本日、楽天モバイル株式会社の元従業員及び取引先が共謀し、当社に対して不正な請求を行っていたとの報道がありました。このような事態が発生したことは誠に遺憾です。本件については、社内で判明し、警察に相談の上、すでに告訴状を停止し、捜査に全面的に協力しております。今後は取引先を含め、刑事上及び民事上の責任を追及していく予定です。そして、どんな不正内容だったかってとこなんだけど、不正行為についてってことで、元従業員が取引先と 当社に対して不正な請求を行い金銭的利益を得ていた疑いが生じたことを受け、当社は外部の専門家の指導を得ながら社内調査を実施し、すでに警察に告訴状を提出していますということで、まあ内部機関だけではなくて、まあ、外部のね専門家に指導を受けた上で、まあ調べた結果、まあ、これやってんなってことで、す、ま、で、あ、にね警察に告訴状も提出しているという形になっています。そして当社の対応についてということで、社内規定に基づき、元従業員は8か10人づけで懲戒解雇しており、今後は取引先を含め刑事上及び民事上の責任追及を行っていく予定です。ということでね裁判で戦 という形だと思うんですけど、当社及び楽天グループでは本不正行為が発生したことを厳粛に受け止め、社内調査内部管理体制の一層の強化、社内規定の周知及びコンプライアンス教育を徹底し、グループ全体で再発防止を努めてまいります。これがね楽天モバイルさんの発表になっています。これだけ見るとまあ、とりあえずね。楽天モバイルの元従業員あとはね。取引先まあ、ここでは名前が出ていないんですけど、ヤフーニュースとかでは普通にね。名前の方が出ています。まあ、そこと共謀してまあ、当社に対してまあ、楽天モバイルに対して不正な請求を行っていた。まこ、あ、ういう報道が上がったわけなんだけど、まあ、それに関して事実ですと。とで実際楽。 に関してはこういうういい対応しましまたよっていうところにに関してて今回発表になっています、まあ、ここだけ見るとね、その点しかわからないんですけれど、このね、一部報道の報道の部分をね、しっかり見ていくと、楽天モバイルに関して、まあ、今回不正請求されただけではなくて、板でをいそうな部分がありましたんで、続きはね、ヤフーニュースを見ながらお話していこうかなと思います。今回ね、引用させてもらうのは、朝日新聞さんの記事になっています。概要欄下のところにね、引用リンクも貼っときますので、記事全部気になる方はぜひ見ていただきたいんですけれど、楽天モバイル46億円被害は、元従業員が共謀ということで、楽天モバイルは2日、元従業員が取り 取引先と共謀し、当社に対して不正な請求を行い、金銭的な利益を得ていた疑いが生じたとする。プレスリリースを行った。これね。さっきのね。楽天さんのね。公式の発表ですね。元従業員については、8月12日付で懲戒解雇とした上で、今後は取引先を含め、刑事上及び民事上の責任追及を行っていく予定とした。そして、まあ、関係者によるとっていうことでね。まあこれで必ずね。関係者出てくるんですけど、携帯電話の基地局をめぐって取引していた物流会社の日本ロジスティックはい。名前出てきましたね。楽天モバイルは多分こっから先裁判とかになるので、まあ敢えてね。名前の方を出してなかったのかな？ いう感じだったわけなんだけど、まあ記事ではね、普通にこの名前が出ていますが、楽天モバイルの元従業員が自主的に支配していた京都のね、法人に対するコンサルト料などを不正に上乗せして業務委託料楽天モバイルに請求していたとされる。水増請求による損害は約46億円に上るという。ということで、今回ね、楽天モバイルが被害を受けた金額っていうのは約ね、46億円になります。まあ、こういうのがね、見つかると、まあ実際までね、もっと大きい金額だった場合とかもね、あったりするので、実際に、ね、この46億円が一部だけかもしれないんだけど、とりあえず現在わかっている被害額かな。に関しては46億円ということでかなりの金額 こうやっっててるなって感じだだと思うんだけど楽天モバイルはこの不正を理由に日本路地の預金の差し押さえを東京地裁に申し立て認められている朝日新聞の取材に対して基地局整備への影響は警備であると見込んでいると回答したということでねルルカが今回の記事でね気になったところはここだね基地局への影響は警備であるっていうところなんだけどまあここでもね記載されている通り携帯電話の基地局整備こちらの取引をしていたのがまあ日本路地スティック言いにくいんで日本路地とさせてもらいますが日本路地らしくてまあそこは不正をしていたということでまあこのね取引というのはとりあえず止まりますよねで止まったらどうなるのかというところで基地局整備の 影響っていうのは少なからず出てくると思います。水増し、請求されただけでもね。46億円あるということで結構ね。取引してるんじゃないかなと思います。まあ、そこに対して楽天モバイルは警備であるという風に発言をしているんですけど、楽天モバイルって結構ヤバそうな時に関しても影響はないとか問題ないとかね。強気で言うのが基本じゃないかなと思います。まあ、そんな中でなんですけれど、警備であるということで、少しではあるけど、影響がある可能性があることに関して言及しています。楽天モバイルってあんまね。この辺に関して言わないんだよね。そんなね。楽天モバイルが警備であると言っている時点で、まあ、ルルカ的には実際はね。全然警備じゃないかなって疑っちゃうところがあります。 ま、そしてね、話はさらにね、広がってくるわけなんですけれど、もちろんね、この日本ロジーに関しては、元従業員と共謀して、楽天にまあ46億円の被害を与えたということで、楽天モバイルが口座のね、差し押さえをしたんですけど、このね、口座差し押さえしたことによって、楽天モバイルね、プラスアルファの被害を受けそうなんですよね。まあ、どういうことかっていうと、はい、民事再生の日本ロジスティック、役員についてしっかりるべきを対応するっていうね、まあ、別の記事になってん、ね、で、これもね、概要欄下のところに引用リンク貼っとくんですけれど、8月30日に東京地裁へ民事再生の適用を申請したということで、日本ロジね、楽天モバイルに口座を止められたこ ことによって倒産しました。はい。 <laughs> やばいっすね。ま、楽天モバイルとしては、この46億円っていうのを回収したいっていうところもあって、口座をね、凍結させたんだと思うんですけれど、今回凍結、まあ、仮除斎によって、4個の口座が入出金ができなくなってしまって、4月25日にもね、今主要の取引先から掛け金が入ってくる予定だったんだけど、まあ、それもね、受け取ることができない。で、8月への支払いが困難になって、民事再生法。要はね、倒産しちゃったっていう形になっています。まあ、楽天モバイルに関しては46億円。まあ、実際の金額がどうかはわからないんですけれど、ま、さすがにね、46億円で楽天モバイルが倒産するかっつったら、まあ、そんなことはま、ないんじゃないかなと思う んですけれどまあ、楽天モバイルどういう意図があったかわからないんですけれど、46億円、返ってくるもんなら返してほしいと思うんですよね。まあ、なんですけど、楽天モバイル今回ね、そのために口座をね、止めてしまったことによって、こちらの会社倒産して、まあ、さらになんですけど、まあ、なんか裏技的なことになっちゃうのかもしれないんだけど、凍結されていた口座は、民事再生を申請したことで、法的に売掛金の入出金が可能となり、事業を継続して再生を進めたいってことになっていて、倒産したことによって、債権者のところに、まあ、このお金を使って返金していくという形になっていて、まあ、倒産した後でもね、楽天モバイルが訴えると、まあこの その会社に対してそのお金っていうのを請求することができるかっていうのはルルかね法律が詳しくないとわかんないんですけれど、まあ、結果的に基地局の整備にも影響出てきましてそのね46億円、被害が出たら帰ってくればいいっていう話ではないと思うんですけど、もちろん帰ってきた方がいいと思います。なのでまあ、話し合いをしてそこをね、回収していくって流れにすれば、もしかしたらお金っていうのがね、多少なり帰ってきたのかもしれないんだけど、この流れで一回倒産してしまってるんで、その46億円の回収もできないんじゃないかなっていうね、楽天モバイルとしてはダブルパンチ食らってんじゃないかなって、ルルかのね、法律詳しくない脳でね、お話しさせてもらってますんで、まあ、その辺に関して、まあ、実際まではね、全然まあ 基地局に関ししててててもももねこの会社なんてななんくく問題ないよよだっっったたりりとかか億円返るみたいなまあ、そんなご意見もあるかもしれないんで、よかったらそういうの詳しい方がいたら書いていただきたいんだけど、まあ、ルルカ的には楽天モバイルダブルパンチを受けたんじゃないかなっていうところで、まあ、踏んだりけっな結果になっているので、今後の楽天モバイルですね、10月31日まで1ギガまで実質無料で利用することができるキャンペーンやっています。まあ、実際もだね、8月31日までは実質無料ではなくて、1ギガまでだったらね、無料で利用することができる。そんなキャンペーンをやっていたわけなんだけど、それが終わったことによって、現在ね、楽天モバイルかなりの方が解約しています。 そしてね、楽天モバイルの解約。多分このね、0円運用ができなくなった件っていうのが一番大きい理由ではあるんだけど、その次にね、でかいのが、やっぱ回線のね品質ってところになってくると思います。そうです。基地局の整備ですね。まあ、こちらの方が進んでいないことによって、まあ、ルルカの住んでる地域はね、結構楽天モバイル快適に利用することができるので、ルルカの住んでる静岡だったらあんまり問題はないんですけれど、地域によってはね、全然繋がらない。こんな回線だったらモテねえよっていうところで楽天モバイルを敬遠してる方がね、非常に多いんですよね。最近では総務省の方に、プラチナバンド欲しいよっていうところで、他キャリアも含めてお話をしたいとかしていて、回線の品 どんどん上げていかないと、利用者というのはね、どんどん減ってしまう可能性がある状態になっています。そんな中ね、前回の決算では、来年中にはね、人口がバレず99%。これを目指していくって話をしたわけなんですけれど、まあ、今回、警備とは言っているわけなんですけど、まあ基地局にね、関係する企業さんと元社員がね、不正をしたということで、そことの対立。そしてね、その会社自体が倒産してしまって、そのね、不正された部分に関しても回収するのが多分不可能に近い状態になってしまった。まあ、ここに関してね、楽天モバイル今後大丈夫なのか、まあ、ちょっとね、気になるなと思って紹介のをさせていただきました。よろしければね、皆さんのご意見も聞かせてください。今後も いろんな動画上げていきますんでよろしければチャンネル登録いいねコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました